どうもメタルでございます。配信切り替わりまして、こちらこのゲーム蜃気楼をダウンロードできるサイトになるんですけれども、ここね、江戸時代にタイムスリップしてしまった主人公で、ここ和風男子3人のうち1人選択して仲良くなっちゃおうって書かれてて、もう間接的に千早も男であるということがここでお前ネタバレされとったわ。もうすっかり騙されたわ。だって可愛いもん千早ちゃん。はい、というわけで今回はどのキャラを行くのかっていう話なんだけど、まあ予想ついてる人もいたんじゃないかな。一番左のね、2番目に難易度の低い、このお方トバリ様を行こうと思うわ。かっこよ、マジでめっちゃかっこいいお兄さん系。でもさ、この面倒見がいいお兄さん系とかいう説明文とかが全部自称なのがマジで気になるよね。あとはギャグ度がめちゃくちゃ高いのも何なんだろうね。めっちゃ気になるわ。はい、というわけでレッツゴー、行ってみようか。目が覚めると私は和室にいた。先ほど会ったピンクの髪の人が水と食事を持ってやってきた。うん、おーかっこよ。あ、起きたみたいだね。君が突然倒れてみんな心配してたよ。そうなんですか。あの、お名前を伺っても。僕はトバリ、君は？メタルン、音符ですマジ、ごめん、本当にごめん、こんな名前つけて。そう、よろしくね。それと、この長屋の椅子自由に使っていいよ。君、住む場所ないと困るでしょ。ありがとうございます。今度お礼させてください。ああ、かっこよ、マジで。かっこいい。別にいらないよ。じゃ、僕は仕事があるから失礼するよ。仕事終わりにまた来るから、ゆっくりしてるといいよ。これさ、俺の予想ね、絶対さ、仮面だと思う。どういうことかっていうと、本当は中身は全然こんなかっこいいお兄さん系じゃないんだと思う。俺の予想ね、例えばめっちゃ口が悪いとか、まあ、それこそド M でぶっ飛んでるキャラとか、もう全然イメージと違うキャラなんだと思う、実は。本当に江戸時代にタイムスリップしちゃったのかな。ちょんまげじゃないとか思ったけど、触れないでおこう。まあ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 、ちょんまげだったのはさ、結構武士の家系とかいい家柄の人で、普通の家柄の人間は多分江戸時代でもちょんまげではなかったと思うけどね。数時間後、帳が戻ってきた。そういえば、急にこの時代に来たわけだから、わからないことばかりだよね。何か聞きたいこととかある？元の時代に戻りたいんですけど、方法知ってたり知りま、ちょ、ちょ、ちょ、知らないよ。なんか嘘くさくない？気のせいか？まあまあ知ってるんだけどね。知ってるんだけどねっていうか、夢の世界っていうことはもう分かってるんだけどね。じゃあ方法が分かるまでここで生活しなきゃならないんですか？そういうこと。なんてことだ。昨日深夜まで宿題頑張ったのに意味なかったってこと？方法が分かればいいんだけどね。力になれなくてごめんね。その代わり、ここで生活する上で困ったことがあれば相談してね。初対面の人なのに親切だ。さっき嘘くさいとか思ったことが申し訳なくなってきた。早速相談なんですが、この時代で暮らすためにどうやって生計を立てればいいんですか？そうだな、働くっていうのもあるけど、身につけている装飾品を売るのが一番かな。その腕輪とか珍しいものが好きな人なら大金出して買うだろうね。あとは敵を倒すとかかな。敵？そう、僕はこの間一緒にいた二人と共に悪さをする敵を倒す役割を担っているんだ。敵を倒すと報酬をもらえることがあるから、君も一緒にどうかな？あのくっそ気持ち悪い敵な。あ、でもか弱い女の子には無理そうかな。うん、選択肢来てる。どうしようね、これ。興味はあるけど、ちょっと中途半端感あるよね。ぜひやってみたいのか、少し怖いのか、どっちかかな。少し怖いって言ってみよう。じゃあ、やめよっか。でも自分でできそうかどうか見てからでも大丈夫ですか？じゃあ明日街の巡回があるから一緒に行こう。じゃあまたね。帳は家へと帰って行った。私にできるかな。まあ頑張ってみよう。うん、かっこいいね帳さん。さあ翌日。私は帳さんと共にあの二人と顔合わせも兼ねて街に出ていた。集合場所までは距離があるらしく、その間帳さんは二人のことを軽く説明してくれた。仮面つけてる方はね、王星くんって言うんだけど、結構子供っぽいんだよね。自由人だし。王星くんまでが名前ですか？おい、そんなわけあるかい。変わっていますね。くん付けして呼んでるだけだよ。君は天然さんかな。もう一人の方はどんな方なんですか？もう一人はちはやちゃんと言うんだよ。いろんな意味でウサギみたいな子だよ。ちはやちゃんですか？ファーストネームがちってことですか？だからなんでだよ、そんなわけあるかいお前。わかりやすく言ったつもりだったけど、かえって誤解を生むようなことを言っちゃったかな。
いや、わざと間違えただけです。わざとかーい。ここまでされても怒らないんですね。ルート選択の設定通り優しいんですね。急にメタ発言するじゃん。え、どうしたの？トバリさん、こんなことくらいで怒るわけないよ。子供じゃないんだし。あとメタ発言やめようか。だよね、だよね。あ、遠くで重たそうな荷物を運んでいる男の子がいた。ほう。おう。少年、どうした少年。私はそばに駆け寄って声をかけた。その荷物は重たそうだけど大丈夫？手伝おうか？一人で運べるもん。ああ、わかったよ。私はおとなしく引き下がろうとしたが、あまりに足取りがおぼつかないので荷物を持ち上げてしまった。あ、こんなことで意地張っても仕方ないよ。転んで怪我でもしたらどうすんの？優しい主人公、優しいギャル感あるよな。余計なことしたかな。でも実際に危なかったし。どこまで運べばいい？あそこの家まで。わかった、ありがとう。おお、ま、出れるじゃん少年。その時トバリさんが急にいなくなった私に気がついてそばに寄ってきていた。何があったの？あ、トバリさん、私この荷物運んでから集合場所に向かうので先に行っていてください。いや、僕も付き添うよ。荷物を運んでから私たちは急いで集合場所に向かった。いや、トバリさんイケメンだな、本当に。これが仮面だと思うんだよな俺は。めっちゃ日暮れてるけど、お前いつまで運んどった？めっちゃ時間かかったやん。おっそい、いつまで待たせんだよバカ。バスとして団子ごれよ。集合場所にはすでに二人が待っていた。仮面の人、王政が遅刻したことに憤慨している。ごめんね。まあそんなに怒っちゃいないけど。情緒不安定かよ。確かに。改めて紹介するね。彼は王政くんっていうんだ。よろしく。で、もう一人は千早ちゃん。千早と申します。よろしくお願いします、メタレンさん。わあ、やっぱり可愛い。男とは思えねえ。あれ、私まだ名乗ってないのに。あ、確かに。あらかじめ二人には君の事情等を話しておいたんだ。迷惑だったかな。いえ、助かります。この時代に来て不安だったけど、理解者が増えて少しだけ安心した。ああ、なるほどね。その後、巡回したが敵は、あ、現れなかった。あの気持ち悪い敵姿見せなかったぞ。日が暮れていたこともあり、今日は早めに解散となった。帰り道が同じ方向らしいので、トバリさんは家まで送ってくれた。あ、めちゃくちゃ優しいね、トバリさん。でもさ、本当に何か裏がありそうで怖いんだよな。っていうのは、ギャグ度が高いのがマジで気になるんよ、このルート。わざわざすみません。危ない人に絡まれたら困るからね。君、優しそうだから人につけ込まれそうだし。私、優しそうですか？うん、実際に今日困った少年を助けてあげていたし、素敵だね。あの昼間のことを言ってるのかな。でも運んだだけだしな。おお、選択肢きた。おい、下おかしいだろ。なにこれ。急に、え、素敵ですか？レピーだって。急に、頭おかしい人だと思われるんじゃないのかこれ。というわけで下行こうと思います。こういう狂気の選択肢が増えてくるんかな。普通に返すな、お前。俺が滑ったみたいになってんじゃねえか。まあ滑ったんだけどな。やめろやめろ、普通に返すな。うんうん、素敵。ね、普通に返すな。おお、めっちゃ愉快な BGM 鳴ってるよ。今日は王政と千早に連れられて団子屋に来ていた。うん、いいね団子屋。うまー。そういえばメタレンがいた時代にも美味しいものとかあんの？うん、あるよ。便利なものもあったりするの。へえ。あの、これは何ですか？いつの間にか千早は私のスマホを取り出して聞いてきた。あ、スマホか、わかんねえだろうな。それはスマートフォンだよ。スマートフォンって何？なんか顔が見えます。鏡みたいです。千早はいつの間にかカメラを起動させていた。また勝手に。二人して子供みたい。一緒にいるトバリさんが大人びて見えるのもうなずける。写真が撮れるの、撮ってみる？撮りたい。私たちが団子屋で騒いでいるところに仕事終わりのトバリがやってきた。仕事って、あの気持ち悪いやつ退治だよな。3人で楽しそうだね。何してるの？今、写真というものを撮ろうとしているのです。トバリさんもよかったらどうですか？いや、僕は遠慮するよ。じゃあまた。ほう、クールだな。真ん中お前、スマートな人だねって。お前、高等なギャグやめろ。それで行こう。うん。案外。何か言いかけたが途中でためらった。おい、やめろ途中で。お前、
なんでよ、気になるな。だよな、お前気になるな、やめろお前途中で止めるの。何、案外実は気になってるとか、実は大人っぽく見えてめちゃくちゃ子供っぽいキャラだったりするとか、そういうことかな。二人と別れた後、街を散歩しているといつの間にか日が暮れてしまった。その時、帳が橋の手すりに寄りかかって遠くを眺めているのを見かけた。私に気がつくとゆらゆらと手を振ってくれた。こんなところで何してるんですか？ちょっと考え事かな。そういった帳の表情が少し寂しげに見えた。何か悩み事があるなら私でよければいつでも相談になりますよ。ちょっと頼りないですけどね。違う時代から来て悩み事がいっぱいあるはずなのに、人のことを気にかける言葉が言えるなんて本当に優しいね。え、そうですか？普通じゃないですかね。はぁ、あ、どうした？私、何かまずいこと言っちゃいました？トバリは大きなため息をついた後、歪んだ笑みを浮かべて私にはっきりと告げた。え？おぉ、かっこよ！え、待って、めっちゃかっこいいじゃん。あ、すげえかっこいい。うん、僕さ、君のそういうところほんと大嫌いだよ。待って、急に？は？お、第一章ここで終わるんかい？めっちゃ気になるところで終わるやん、第一章。あ、逆か、 S なのか、めっちゃ S だったりするのか、歪んだ性格の持ち主なのか、優しいんじゃなくて。お疲れ様。これで第一章は終わりだよ。少し長かったかな。まあ、ちょっと長く感じたね。この先の話はサクサク進むと思うから、頑張ってね。え、性格悪いって？それは自覚してることだから言わない約束だよ。やっぱ性格悪いんかよ、お前。優しいのはお前、上っ面かい。第2章ちゃんとセーブしてね。はい、了解いたしました。というわけで、どうしよう、どこで終わろうかな。いや、もう最後まで突き進んで編集の時にぶった切るわ。うん。ちゃや、これはどういう状況なんだ？そう。ほう。二人の目の前では稚拙な言い争いが繰り広げられている。ほう。トバリさんの嘘つき野郎、根性腐ってる。あなるほどね。あ、言い争ってるんだ。そういう子供じめたことばかり言ってるから単細胞って言われるんだよ。単細胞？そんなこと言われたことないんですけど。トバリさんの脳みそガチガチおじさん。おじさん、まだ21歳なんですけど、マジで死ね。あ、死ねって言う方が死ね。おい、見苦しいからいい加減やめろ。で、何があったのか説明してくんない？おお、説明してくれるんね。うん、何があったんだ？昨日の出来事に遡る。今、なんて？だから、嫌いって言ったの。もう一回言ってあげようか。結構です。理由もなしに嫌いと言われても納得できないんですが。理由ならあるよ。誰にでも優しくするのが当たり前って感じが嫌い。いい子ちゃんぶってる感じも無理。そんなとこありました？そういう自覚がないところがまたイライラする。ええよ、選択肢来た。いや、一番上おかしいだろ。なんだこれ。私は神なので誰にでも優しいのです。なんだこいつ。ここに関してだけは帳に同感だわ。なんだこいつってなるわ。こんなこと言われたら。うん。っていうか、帳さんの方が過剰に人を褒めたりして優しい人ぶってるじゃないですか。まあ、たまに冷たいところ出てましたけどね。私は嫌味っぽく言ってやると、さらに帳はイライラし始めた。本当に生意気だね。そういうところも君の大嫌いなところリストに追加しとかないとね。あと、優しい人ぶってない。実際に優しい人の間違いでしょ。じゃあ、私に素敵だねって言ったのは本心ですか？いや、それは完全に嫌味。いや、ダメじゃん。全然優しい人じゃないじゃん。この人本当に腹が立つ。じゃあ、明日から君に対して本音で話せば、君のことが大嫌いだってことに納得してくれるの？別にいいですよ。私も遠慮しませんので。最初と論点がずれ、なぜか本音をぶつけ合う約束をしてしまったが、冷静さを欠いており気づけなかった。いや。まあまあ、でも逆にこの方がさ、なんかこう、壁がなくなったかっていいけどね。なんでそうなるんだ？しょうもなさすぎて付き合ってられん。同感です。置いて帰りましょう。おい、二人が冷たくなった、今度は。二人が帰った後も、私たちは言い争いを繰り広げていた。ほう、なるほど。君のせいで一日を無駄にしてよ。もう日が暮れてるじゃん。気がついたら夕方になっていた。いつまで言い争ってんだよ。なんで私のせいなんですか？危機として乗ってきたくせに。どこが嬉しそうに見えたのかな？なんか、基本的にニヤニヤと。あ、もしかして私のこと好きなんですか？茶化してみた。嫌いだっての。どうやったらそういう発想になるの？ほんと無理、この人。
予想通りめっちゃおこだ。あ、なんだ？格好だけお前、絶対なんかテキスト入力ミスってんじゃん。何かあったじゃん、ここに文章。謎の文章があったわ、ここに多分。そうですか。じゃあ私も遅いんで帰りますね。僕も帰るから。私たちは同じ方向に歩き出した。どうしてついてくるんですか？僕も帰り道こっちなの。嫌なら回り道すればいい。私、この道以外よく知らないんです。迷いたくないので、戸張さんが回り道してください。なんで僕が？そのまま私たちは同じ方向へ長い間歩き続けた。キャー！助けてください！この人ストーカーしてくるんです！違うから！マジで。おい、でもこの関係の方が面白いよ。なるほどな。確かにこれはギャグ度が高いのは頷けるわ。あ、今ので第2章は終わりだよ。きちんと保存はしてるかな？してるけどお前、第2章終わるの早い。や、めっちゃ早い第2章終わるの。はぁ、本当にあの人ないよね。人のことストーカー扱いしてきて。この辺物騒だから心配だった。わけではないよ別に。急にツンデレになるなお前。急に出てくるじゃんツンデレ。まあまあまあ、イメージあるけどね、確かにそういう。じゃあ次で最後の章になるから頑張ってね。あ、というわけで、まあどうやら第3章がやっぱり最後の章らしいな。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。登録は画面のアイコンまたは画面下の登録ボタンからお願いします。高評価もしてくれると嬉しいです。動画投稿のモチベーションにつながります。もしよかったらおすすめ動画も見てみてね。それでは。